色の勉強を下ろすように幕を閉じた。それが私の初恋。待ち伏せた2つ目の時、声もかけられないまま舌を向いたら、あじさいも泣いていた。こんなに会いたくても、こんなに好きでも、目の前を通り過ぎてく。それでもこうしてあなたを見ている、この場所から。こんなに会いたくても、こんなに好きでも、振り向いてさえも触れない。カサカサしてるのに、もう眠れるのはどうにもできない。切なさが残る道、心の中迷い込んだ。誰も知らない愛しさ。雨が好きなこの紫陽花は、あなたに庭で僕と見て、遠い雨雲を思ってるのでしょうか。どう行われています。と私も先週の火曜日にここで生放送させていただいて、デカ盛りフェアのを食べたんですけど、すごく美味しかったので、皆さんもぜひ食べてみてください。そしてとこの後の夕方6時から天神ポケットでイベントもするので、ぜひ来てください。お願いします。ありがとうございます。次が最後の曲になります。奏でを歌いたいと思っています。知ってる方はぜひ手拍子をお願いします。それでは聴いてください。奏で。